中高円駅は兵庫県神戸市中央区港東中町4丁目に位置する神戸新港通ポートアイランド線の駅である。駅番号は P04 ポートアイランド線内で唯一の三面三線を持つ高架駅である。駅の北側で港島駅からの軌道と北不島駅からの軌道が合流する。上り線は三の宮方で合流する分岐器があるが、 下りホームは分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。開業当初は2階に西改札と旧1番線、3階に旧2番線の2層構造となっていたが、神戸空港延伸事業により、新1番線ホーム、東改札、連絡通路が増設された。開業当時から存在する西駅舎は2階がコンコースと上りプラットホーム、3階が 上りプラットフォームと連絡通路。伏線化、延伸事業の際に増設された東駅舎は2階がコンコースと下りプラットフォーム。3階が連絡通路。それぞれの駅舎の改札内にはエレベーター、エスカレーター、AED などがある。西駅舎には多目的トイレも設置されている。西駅舎はポートアイランドビルと直結しており、ビル内にエレベーター。 エスカレーターが設置されている。道路を挟んだ駅東側のポートアイランド中公園とそれぞれの駅舎はペデストリアンデッキによって結ばれている。また、駅北側には中公園変電所がある。延伸工事以前は北側に引き上げ線が存在していたほか、原口記念公園の副駅名が称されていた。また、当時は環状運転のみであったため、 中府島泊まりを除くすべての列車が三宮行きであったが、北府島からの電車が三宮行き、ポートターミナルからの電車が三宮行きと区別されていた。下りの日中時間帯は1時間あたり15本発車する。朝ラッシュ時は約1から4分間隔で発車する。2018年度の1日あたりの平均乗車人員は3951人で、 神戸新交通の駅では、第9位、ポートアイランド線では、第5位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の、推移は、下記の通りである。神戸新交通ポートアイランド線、ポートターミナル駅中高円駅港島駅、北不頭駅中高円駅、ポートターミナル駅。ありがとうございます。